赤坂に新しくオープンしましたトークライブハウスシャベルよりお送りしておりますあの一般の方もですねウェブの方からあの申し込むとこのトークライブハウス使えますまあだいたい3,40人ぐらいが着席で入れてスタンディングだともう100名近く多分スタン 入れると思いますでステージがあってネット配信設備があって、まあ、4面のこのでっかい、えー、気象モニターがあって、えー、使えるようにできておりましてあと後ろの方にはですねバーもあったり控え室スペースそして、えーまあ、あのネット配信用の。 スペースだったりとか、そういったものも完備しているですね、本格的なトークライブハウスになってますんで、ぜひ使ってみてくださいということで、今日はですね、ええー、まあ、ちょっと地震とか、あの、羽田空港の事故とかで、ちょっと報道が下火になってましたが、ま再び検察が動き出してきたということで、自民党の裏金問題について解説したいと思います。えー、池田衆議院議員はすでに捕まって、 でえー、もう一人、ですね長崎県、えー、選出のですね、えー、谷川議員ですか、ねえー、もう、えー、立憲されそうだということで、まあ、立憲される敷地がまあ大体4、5四五千万円ぐらいと、えー、5年でね。ということでまあ1年間に直すともう0千万円以下と言われるこの裏金、ね。 えー、そもそも、ですね、えー、この裏金、えー、何のために、えー、こん何んの動機でですねこの裏金を作ったのかというのがですね一つ問題になってたんですけれども、えー、一部報道によりますと、ですねこの自民党の裏金というのは、派閥からの,その <laughs> 派閥権のノルマがあって、でノルマを達成したとき、えー、そして超過分をですね、えー、プールしてたらしいんですね。まあ、つまり パー券売れなかった時も売れない時もあると思いますのでその売れないパーケン分を、えー、補填するために、えー、そういった処理をしていたようなんですねだからその個人的に分かんないですけど愛人にマンションをか借りてたとかですね、えー、個人的なそのキャバクラ代に使ったとか分かんないですけどそう,いった、まあ、そういった人もいたのかもしれないですけれども、まあ、聞く限りはですね、まあ パーパー券の補填用に使っていたあそれをまあ記載してなかったとっいうことらしいんですけれども、まあ、その辺の真意はこれからです、ね、明らかになっていくと思いますが、まあ、そんなにめちゃくちゃ悪質かと言われるとうんという感じもしなくはないんですけれども修正申告で修正で済むような話もありますしもう1つです、ね、金額的な問題ですね。あの同じような ねえー、犯罪でいうとですね脱税というものがあると思いますけれども脱税も、えー、マルサが入って立件される敷地って,って大体脱、脱税額が 1, 1億円ぐらい、えー、というふうに言われております。 まあ、例えば3000万円とか2000万円ぐらいだったら重加算税といって、まあ、懲罰的な罰金で済ませる、えー、ケースが多いですしそれよりも少なかったら、まあ、修正申告とか、えー、その程度で済むケースもあります、えーまあ、脱税というのは事実質主義なので、えー、なんかルールの抜け道みたいなものを、えー、やっててもです、ね、脱税として立件されるんですが。 えー、今回のその政治資金規正法違反というところでですね、えー、まあ、いろいろね、その所得税法違反でやれんじゃないかとかですね、贈収賄でやれんじゃないかとかみんな言ってたんですけれども、それは多分断念されてですね、えー、今回はこの池田議員、そして谷川議員は、あ谷,谷山だったっけな谷川だったっけちょっと名前忘れましたけれども、長崎県選出の議員ですね、えー、プラス会計責任者、安倍派と二階派ですかね、の会計責任者が立憲される、えー、あとその 池田議員のですね、会計責任者が立件される、それでもう幕引きなんじゃないかというふうに言われております、でまあ、要はその脱税額の1億円と比較すると、ですね、やっ4000万円、しかも5年で4000万円という額は非常にまあ少ない、まあ、もちろんそれをなまたなんか庶民感覚で4000万円は高額でしょうみたいに言う人たちもいるんですが、まあ、これはですね、やはりその法律というのは あのー、他の罪とかと比較をして、えーまあ、この辺が妥当だよねっていうのが、まあ、普通だし実際、ただのミスで、まああのー、4000万円、5000万円5年でね、えー、それを立件するのかしないのかみたいなお話も。まあ 結構あやふやだと思うんですよねだから今回ちょっと検察を踏み込んだかなと厳罰化に向けてですね世論,、まあ、だから世論のことをすごく考えるんですけど4000万円で捕まえても大丈夫そうだと思ったんで捕まえたんだと思います、えー、これは多分ですね検察庁は以前に東京佐賀急便事件というのがあってその東京佐賀急便事件で えー、自民党のドンと言われていた金丸信さん、えー、彼をです、ね、捕まえようとしたんですけれども、結局、20万円の罰金刑、略式,略式起訴で終わらせたということで、世間から大批判を浴びて、検察庁のです、ね、入り口の看板のところにです、ね、ペンキをかけられたという、苦々しい事件があって、もうペンキは勘弁してほしいと思って、立憲を頑張ってやってる、まあ、だからそれが義理なんですね。 だこれに関してすごい批判している人たちいるんだけど、まあ、もうなんか政治家ってもうやってらんねえよなって思う人たちもすごい多いかもしれませんそのあの派閥の幹部からはパ,パーケンの,なんかその、ね、ノルマを課せられて、えー、ノルマを達成できない時のためにプルしていた、えー、それをですね、暴かれて。えー、まあ もう公民権ね停止になっちゃいますから、罰金刑でも公民権停止になってしまいますので、おそらく池田議員なんかは公民権停止になってしまう。もうただの人になってしまうという可能性、非常に高いんですけれども、まあ非常に忸じ怩じたる思いなんじゃないかなと。僕はあの思っております。で、またこういうことを言うとですね。なんで堀江は自民党擁護してるんだとかですね、えー、なんか自民党から金もらってんじゃねえかとかですね。あいつは政府から補助金もらってるから擁護してんだとか言うんだけど、俺は是非して話をしてるだけで。 あの朝は我が身だと思ってください、厳罰化をするってことはあなたたちも厳罰化の犠牲になる可能性があるってことなんです、厳罰化をすると誰が一番得するかって検察ですよ、検察とか警察が一番得するんですよ、あの彼らの利権が増えますからね、えー、そしてまたあの天下りとかをするときも、やっぱ用心棒であの検察官とか警察官 OB をみんな雇うわけですよ、僕も雇ってたもん。 会社で監査役とかでそういった人たちを雇うことになるわけですよ、それはだから厳罰化で自分たちが捕まえられるかもしれない、何で捕まえられるか分かんない世の中にどんどんなってくるわけです、これがエスカレートすると、本当、東ドイツとかあの旧ソ連みたいな秘密警察が24時間監視をしててですね、ちょっとでも。 あのー、政治的に気にならない奴がいたらですね、微罪で捕まえてですね、刑務所に放り込むみたいなことが、えー、できるような時代になってしまうので、あのー、まあ、ちょっと今回検察はやりすぎかなと僕は、えー、思っておりますということで、今日のニュース解説は以上になります。行ってらっしゃい